その昔、七つ揃うとシェンロンが現れ、願いを叶えてくれるという不思議なドラゴンボールがあった。これはそのドラゴンボールに導かれし者たちの壮大な物語である。数々の強敵から地球を守ってきた孫悟空とその仲間たち。そんな彼らの前に異星人戦士サイヤ人が現れ、悟空の実の兄との衝撃的な出会い、そして後に悟空の宿敵となるサイヤ人の王子ベジータの出現、運命の針は静かに時を刻み始める。ピッコロ大魔王との壮絶な戦いから5年余りも過ぎた平和なある日のこと、地球を恐怖のどん底へ落とし入れるサイヤ人の脅威が忍び寄っていた。チッ、カカロットじゃない。何者だ貴様。えらく威勢がいいな。なんだこいつのパワーは。得体の知れない怪物を前にピッコロは耐えきれずに攻撃を仕掛ける。よーい、はじめ。見つけたぞ。鍛え抜いたはずのピッコロの攻撃はこの男には全く通用しなかった。もう一つ大きなパワーが。今度こそカカロットだ。バカな。果たして彼の目的は。一目で分かったぞ、カカロット。父親にそっくり。おめえって誰だ。教えてやる。まず貴様はこの星の人間ではない。生まれは惑星ベジータ、全宇宙一の強戦士族サイヤ人だ。そしてこの俺は貴様の兄ラディッツだ。父親のお前がなかなか聞き分けが悪いんでな。ちょっと息子を貸してもらおうとするか。それ以上近寄ってみろ、ぶっ飛ばすぞ。よーい、はじめ。見つけたぞ。Yeah!
に。